イメラジオ第1520回、今日は平成31年3月3日日曜日です。時刻は午前11時、横浜港北、日曜の夜、外は雨ですね。リスナーの皆さん、日曜の朝いかがお過ごしでしょうか。1520回目ゆめラジオ、今回は幕末から維新にかけての人、江藤新平取り上げます。江藤新平さん、実は維新において大きな働きした人なんですが、なんか影が薄いというか、その人を取り上げましょう。昨年の大河ドラマ「西郷どん」ってやってて、私は家にテレビもないし NHK は見ませんからわからないんですけど、あの中で江藤新平は出ていたんでしょうか。出ているとしたら四方郷という形で出たでしょうね。佐賀のお方です。弘道館という佐賀に藩校があって、そこに通った、まあ、優秀な少年だったんですが、まあ、そこもお金が続かなくなり、そして幕末の当時、佐賀に枝吉新陽っていう学者さんがいて、この人の私塾に行くことになりました。お金がなかったんです。貧しかったんですよ。髪はボサボサで服も汚かったというお話です。少年青年時代の江藤はね。で、この枝吉がやってた私塾、この枝吉は副島種臣の実兄なんですけど、この私塾で大隈重信とか、あるいは副島種臣とか大北加藤といったような幕末佐賀の生んだ傑物たちと知り合いますね。鍋島寛叟が当時の佐賀藩を仕切っていました。寛叟、維新に際しては幕府側にも薩長側にも組みせず中立けれど、もう戊辰の戦いからは薩長につきました。まあ、これは薩長が勝てると踏んだんでしょう。ですから、まあ薩長としては勝ち負けがはっきりしてから味方についたやつら、これが肥前藩の者たちへの評価なんですね。最初は日和見決めといて、薩長が勝つと決まってから慌てて味方に来たやつら、これが佐賀藩であると。ですから、まあ佐賀藩も例えば上野の戦いではアームストロング砲をぶっ放してという貢献はしてるんですけど、なんか今一つ影が薄い。あ、で、この江藤新平はこの彰義隊との戦いで軍を率いていますね。あと幕末には京都で薩長の
者たちと緊密に連絡を取って倒幕運動にも参加しています。だから江藤は頑張っているんですよ。ただし佐賀藩自体としては鍋島寛叟が、慎重だったんですね。佐幕とも薩長ともどっちも組みさないというか、でどっちも組みさないとどっちからも敵と見なされますから、戊辰の戦いから参加と。でこの肥前藩のこの態度が、明治新政府になってからももろに大隈や副島、そして江藤の処遇に響いてきて、例えば副島だったら外務卿、大隈だったら大蔵卿、そして江藤だったら司法卿というふうに、それなりの役職に就くんですけれど、内務とか軍とか本当に力のあるそういうところには肥前藩つけなかった。そしてそういう本当に力のあるところは薩長で占めて、だから肥前藩の者たちは、いざとなったらいつでも首にできる。貧しい家庭出身の江藤、人権感覚には鋭く、そして偉くなっていっても偉そうにしなかったようですね。これは立派ですよ。そして人権感覚に鋭いってことは法整備を担当した。ですから司法卿にもなったんですね。江藤だったら法律任せられる。ですから維新後近代国家としての例えば民法、その民法を整備するのに尽力したのが江藤です。何もないところから民法を作るわけにもいきませんから、フランスからの民法を取り寄せて、もうこれで導入しろと、もう無理やり始めたようですね。当時はそんな時代だった。あと潔白な人で、清廉潔白で、自分一人でそれやってる分にはいいんですけど、政府の他の者たちにもそれを要求し、で特に長州の者たちは割とお金に汚いものが多く、言っちゃなんですが、山形、伊藤、井上で、この辺がもう私腹を肥やしてるんですよ、新政府になってから。でそれをいちいち追求したのが江藤というわけで、司法卿に、正論とはいえ、そんなこといちいちやられたら国家運営ができない。大久保ね、全て仕切ってた内務卿の大久保もこれはまずいと思ったんですよ。江藤は山縣有朋なんか、目白の椿山荘を見たら分かりますが、すっごいオアシスですよね、今言っても。椿山荘だ、あれが旧山縣邸なわけで、だからその山縣邸見ただけでも、これはそのすごいお金を蓄えたんだな。その通りです。山城屋事件ってありましたね。山縣が関わった汚職事件、西郷がもみ消しました。あと井上も銅山を私物化するというですね、あの手この手で、すごいことやってたんですよ、元勲と言われる人たちもね。それだけ政治にお金がかかった。あと偉くなるに従って体面もあったっていうのはあるかもしれませんが、もともと長州の貧乏なところから出てきた者たちですから、きっちりとした金づるは欲しかった。それはそうかもしれませんが、それをいちいち清廉潔白な江藤が追求と。だからだんだん新政府内でも浮いてきて、そして江藤で西郷もそうですが、政官論唱えました。これが決定的となり、政官論で下野、西郷も鹿児島にすっ込み、江藤も佐賀にすっ込み。で、すっ込んだだけでは収まりつかないんですね。もう十分偉くなってますから。
西郷も江藤も、江藤帰ってきたらもう新政府に対する不満いっぱいの旧士族のリーダーに祭り上げられ、佐賀の乱、要するに反乱を起こしたわけですよ。ここ日本史でも出てくるでしょ、佐賀の乱。萩の乱とか神風連の乱とかもありましたね。そしてこの旧士族の不満がもう最高に爆発したのが西南の役、これが明治10年です。ですから今回の主人公江藤の佐賀の乱はそれの3年くらい前の明治7年、もちろん新政府に潰されて、西南の役は新政府も本気で立ち向かってやっと勝ったみたいな戦いでしたが、まあ佐賀の乱は、まあ佐賀ですからね、結局そんなに力があるわけでもない。そしてこのリーダーと目された江藤、斬首されて、それが写真に撮られ、ブラマイドで売られたという、なんかすごい経緯をたどりました。40歳ですね、亡くなったのは。だからまあそれだけ見せしめの意味があったんでしょうね。だから時代劇なんかでも、江藤が出てくる時はどうしてもこの首切られた時のシーンが出てきて、その江藤の首をひげ生やした大久保が冷たく見つめるっていうあのシーン、西郷どんではどうだったんでしょうか。何度も言いますが、私はテレビがないので見ていません。今の目から見れば確かに清廉潔白であった、言ってることは正しかったけれど、まあ実際の政治の場は正しさだけでは動かない。お金もいる。感情も動く。まあ、それを、一切介さず我が道行ったらこうなった。ただし、その後、江藤がいなくなったことによって、四方も山形が牛耳ることになり、だから、明治の軍と四方を山形が握ったことによって、もうすごい権力が彼に集まりましたね。あともう一人、失礼しました、もう一人伊藤博文ですね。ですから、まあ江藤薩長に対する抑えとしてもう少し活躍できなかったか、江藤が早くにこの世を去ったことにより、肥前藩の傑物たちの中で最後まで残ったのは大隈一人となってしまいました。副島も大隈もなんか明治が進むにつれてその名を聞かなくなりましたね。大隈は教育家として活躍しましたから、政治にあんまり関わらず、それの理由もあったでしょう。夢ラジオ1520回、今回は明治の佐賀の生んだ傑物、けれど佐賀の乱で斬首された江藤新平取り上げました。ご視聴ありがとうございました。